さん、サット 952V という名前で YouTube チャンネルの方をやってらっしゃいますが、山上さんにいらしていただいています。使っているスリングなんですが、私の場合には、511製なんですが、 VTAC のマークマンスリングと呼ばれるものを使用しています。山上さんの場合には、フェローコンセプトのスリングスター、希少なウッドランド、そうです、希少なウッドランドですが、この2つのスリングの違いというのは基本的な構造は非常に似ていて、使っている金具も実は同じなんですが、実は金具の向きが違います。 VTAC のマーク1スリングの場合には金具についているこの紐を後ろに引くことで伸ばします。そして、端末ビラビラしている反対側を引くことで縮めることができるんですが、フェロのスリングスターはタブが1つしかないです。伸ばすときは、この引っ張るだけじゃダメで、1回この金具を1回前に押して解除して伸ばすと。で、縮めるときはこのタブをそのまま前に引っ張ると縮められるっていう、まあ、操作が逆ですかね。まあ、この取り付いてる金具の向きが違うので、そこの操作がちょっと反対になってるのと、あとはフェロコンセプトの方は掴むタブが1つだけっていうので、まあ、僕はこっちが迷いなくて好きなんですけども、でも VTAC の方が例えばあの伸ばすときに1回前にやってから、スリングスターの場合は1回前にやってからっていう操作が入るんで、まあ、慣れてないうちとかに慌てて伸ばしたいと思ってガッて引っ張っても伸びないんですよ。でも VTAC の方は引っ張れば伸びるんですよ。なのでそこ、まあ、慣れもあると思うんですけど、まあ人によって好き好きですかね。ただこう掴むタブが一つって点ではこっちの方がスッキリしてるなとは僕は思ってるので、まあこれも人によりけりですかね。ただ一方で今紹介していただいた通り、逆に VTAC のスリングはこのように引っ張る部分がビラビラしてしまっているので、例えば、森なんかでサバゲをする場合にはこの部分が結構木の枝なんかに引っかかってしまったりするので、森なんかでサバゲをすることが多い場合には一つの金具で伸ばしたり縮めたりどちらもできる、フェローコンセプトの、スリングの方が便利、あるいは支障が出ないかもしれません。そうですね、スリングスターはこの伸ばしてもビラつきがないんです。いいと思います。あと僕が地味に好きなところがですね、僕みたいに体が小柄な人はよくスリングを適切な長さにすると余っちゃうってあるんですけど、スリングスターはこのパッドの中にこの余った端末をですね入れ込むことができまして、ちょん切らなくてもスムーズな処理ができるっていうのが地味に好きなポイントです。私の場合には確かに切ってはいないんですが、端末の長さが、まあ、ここがスリングポイントで、ここからここまで来ていて非常に長くて、その間が二重のループ状態になってしまっているので、これもまた引っかかったり、装備、例えば山上さんのようにアンテナを生やしていたりすると装備に引っかかってしまったりするので、そういった点において引っかかる要素を減らしたいという点において、フェローコンセプトのスリングスターの方が優れているというふうに言えると思います。まあ、僕が使っているフェローコンセプトのスリングスターで、まあ、気に入っているところというと、やっぱこのパッドがあるっていうのは結構僕大事かなというか、そんなに分厚いもんじゃないんですけど、このちょっとしたパッドがあるだけでこうずっと銃を長時間保持してるときに、このやっぱりこの首のところが痛くなったりとかはしにくいなっていうのを感じました。僕このスリング使う前はあのマグプルの MS3 っていうパッドがないスリング使ってたんですけど、パッドがあるおかげでその首回りというかその辺の負担はなんとなく減ったような気はしますので、まあ、僕はパッドが入ってるスリングっていうのは基本的にはおすすめしたいです。他
かに一日中パッドのないタイプのスリングを使っていると、スリングが肩にかかっている部分であったり首の根元の部分であったりっていうところにずっと負荷がかかってしまって、銃の重さによっては血流が止まってしまったりというような問題もあるので、パッド付きの、スリングを使うことで、肩への負担、首への負担というのを減らしてあげるという効果も狙えると思います。逆にパッドがないタイプのスリングというのはパッドがない分スリムなので、例えば装備をつけた状態でも、取り回しがしやすい。例えばスリングを滑らせて銃を体の横に持っていくというような動作をする場合でも、アンテナとかそういったような装備がある場合であっても、引っかかることなく操作ができると思います。ただ比較的このスリングスターのパッドというのは紹介していただいた通り割と薄手 で、あとかつ太さもそれほど幅広のタイプではないので操作に影響が出ない程度の非常にいいバランスのパッドがついてくれるかなと思います。これ装備の組み方も関わってくるんですけど、僕は今のところかなり快適に使えているので、あまりパッドがあることによる問題っていうのは感じたことは僕は今ない。プレートとハンドガード手前のところ、ここにつける理由は銃の取り回しがすごくしやすい。ストックのこの端っこにつける方法もあるんですけども、まあ、その場合なんだろう、安定性は増すんですけども、こう銃をこう取り回すときに、まあ、ちょっと制限が出る。それが僕あんま好きじゃなくて、特にハイレディの時に顕著ですかね。ここにつけてるとハイレディちょっとこう、まあこのエンドプレートにつけてるのに比べると若干引っかかる感じというかあるので、まあ、僕はそこの銃の取り回しの自由度、スムーズさ、そこが、好きなので M4 のスリングはずっとこういう付け方です。前側のスリングポイントも、同じような理由です。前側のスリングポイントをレールの先端につけてやる方法も当然ありますが、レールの先端につけてしまうと、例えばサポートハンドをレールに置いてやるような時にスリングを一回避けてから持つ、あるいはスリングの上から握ってやるというような動作が必要になってしまいますので、そういった点を、気にせずにサポートハンドを握り込めるという観点で、レールの後端部分につけています。スリングの取り付ける位置っていうのは僕ら同じなんですけども、この使ってるものが違います。モトさんの方は QDC です。で、僕の方はこの何ですかね、フラッシュフック HK フックとか言われるやつです。これそれぞれ何がどうなるっていうお話をすると、まあそうですね、こっちの方がまあまず仕組みとしてはすごい単純で、こう本当に単純に引っ掛けてるだけなので、引っ掛かってさえいれば落ちないっていうか、QD スイベルはいいんですけども、レプリカ、我々レプリカとかエアガンとかを使ってると、例えば、QD スイベルがレプリカだとそれが脱落するっていうこととか、あるいは QD スイベルが本物でもつける根元の方がレプリカだとそっちが粗悪で落ちるとか、そういったことが、まあ、レプリカの場合は非常によくあるんですよね、 QD スイベル。その点レプリカ同士でもこのクラッシュフックは、まあ、僕フックの方は実物で、こっちのついてるスリングの、こっちついてるスイベルの方はレプリカなんですけど、こう金属なんていうんですか、この単純に確実にこうかかってる構造なので、脱落のしにくさって意味では、まあ、信頼性は高いのかなと思います。間違えてボタンを押しちゃうみたいなこともこっちだと、まあ、ありえないので、その辺は。あとこの HK フックの利点はの一つとして、ワンポイント式に切り替えることができます。僕正直あんまやらないんですけど、この穴のところを引っ掛けてやると、このようにワンポイントスリングになるんですよ。ワンポイントスリングになるので、こうなんか片
肩の入れ替えとかの自由度がすごい高くなります。そういった融通が利きやすいのが HK フックかなって思います。 HK フックの欠点は何よりもこの音ですね。音がすごい鳴ります。カチャ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 音が鳴るので、なんか音鳴らしたくない時とか、それこそサバゲーで言うとインダーフィールドとかでこの音聞かれて場所バレるとかよくあると思うんです。音に静かな方がいい人はちょっと QD の方が静かにはなります。まあ、QD もカチャカチャ音はあるんですけど、こっちよりは少ないですね。私の場合には、紹介していただいた通り QD を介して銃に取り付けていますが、スリング自体にはヤモメさんと同じく SK フックを取り付けています。リアに QD スイベルを使うことで得られるメリットというのは、このように D ループが付いていて、さらに本体も回転するので、スリングを取り付けた状態で例えば左右にスイッチングをするという動作の場合に、チップが無理なく動くので非常にスムーズにトランジションができるというメリットがあります。 HK フックがカチャカチャするという問題なんですが、このようなエラスティック状のループ、こういったものを上からかぶせてやって詰めてやると、フックのカチャカチャ音というのをかなり軽減することができます。この遊びで音が、それをどんなテープを巻くとかで押さえてあげればということはできます。ただそれやった場合のそのスリングの自由度も変わらないんですか？スリングサイレンサーつけたら。そうですね、そこで私の場合にはこの QD スイベルで特に回転止めがついていないタイプの自由に動くタイプの QD であれば、 QD 自体が回転するのでスリングの動きを邪魔しないということになります。